拝唱詩イザヤ書9章5節と6節を読みいたします。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国は権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに建てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。本日は特別の礼拝でございますので、お座りいただいたままで礼拝を守りたく存じます。ご一緒に新聖歌80番をもって主を賛美いたします。歌詞はこちらにも写されております。Oh.
一緒に主の祈りをお祈りいたします。主の祈りは修法の裏側に印刷されております。また前の画面にも映し出されます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご一緒に新聖歌78番をもって主を賛美いたします。「大変な牛だ」
緒に購読をいたします。購読文52番新生花の970ページでございます。新生花の970ページ購読文52番ルカによる福音書第1章マリアの参加抜粋というところでございます。司会者が細い字のところまた黄色い字のところを読みいたしますので、皆様は太い字のところこの白い字のところをご一緒にお読みください。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び讃えます。身分の低いこの主の確かめにも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなされましたが、その皆はどう思う。その憐れみは世々に限りなく主を恐れる者に及びます。主はその上で力を振るい、思い上がる者を打ち出し、権威力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべ力を受け入れて憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに。この礼拝のためのお祈りを和田姉妹にお願いいたします。ではお祈りを梶原兄弟にお願いいたします。お祈りいたします。天の父なる神様、皆をあがめてこれより賛美いたします。こうしてあなたに召し集められ礼拝、そしてクリスマスの時を愛する兄弟姉妹とともに、賛美し感謝し、あなたのメッセージを聞くこの時をありがとうございます。今こちらに向かっている方がいらっしゃれば、その足をお守りください。全世界で行われていますこのクリスマス礼拝、すべてがあなたの栄光を表すために皆が歌い、集っております。どうぞまだあなたを知らない人がいれば、どうぞその方々の上にあなたが、光を灯してくださり、あなたの栄光が表されますように。また心を凝りやりながら、来ることができない、また出張に出る方、病気の方、そして、勉学のために、集えない方、多くの兄弟姉妹を思いますけれども、どうぞそこにあって大きな祝福と恵みをお与えください。私たちは御言葉を待ち望んでおります。手紙先生を強く立て、通りよくだとして私たちに御言葉を語ってください。聞く私たちの一人一人の心を整えてくださり、目を開き、心を開き、御言葉を待ち望む必要を整えてください。この時を感謝し、主イエスキリストの名によって捧げいたします。アーメン。ご一緒に使徒信条を持って信仰告白をいたします。使徒信条は修法の裏側に印刷されております。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて
生ける者と死に至る者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご一緒に新聖歌76番を持って主を賛美いたします。ユース有志による特別賛美、梶原由衣姉妹、小平しおり主人、笹田理恵子姉妹に入れまつる家あらずを賛美していただきます。Thank you.
聖書をお読みいたします。本日の聖書箇所はルカによる福音書2章8節から20節、新共同訳聖書後ろの方の新約聖書の103ページでございます。後ろの方の新約聖書103ページ、ルカによる福音書2章8節から20節、羊飼いと天使と題された箇所からでございます。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にある。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。本日は眠れる家畜小屋のイエスと題しまして、江上先生にメッセージを取り継いでいただきます。皆さんおはようございます。クリスマスおめでとうございます。お祈りいたしますので、どうぞ黙祷の姿勢を取りください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆をあがめて主を賛美いたします。クリスマス礼拝第二礼拝として、たくさんの方々と一緒に私たちの救い主であるイエス様、あなたをの誕生を祝うこの礼拝をありがとうございます。神様、あなたが一人一人を愛してこのところに導いてくださいました。お一人お一人を握りしめ抱きしめて受け入れて、あなたの恵みで満たし祝福してください。目には見えませんけれども、生きておられるお方、神様あなたが中心におられて、この礼拝を始めから終わりまで豊かに導いてください。語るもの本当に弱き者、小さき者ですから、イエス・キリスト様の恵みの十字架の陰にこのものを隠して、聖霊なる神様が一人一人に神の御言葉をお語りください。聞くお一人お一人、どうぞ心を開いてその御言葉を受け取り、神の恵みに満たされてこの週も歩めますように導いてください。弱さのため、お仕事のため、いろんな事情のために、このところにおいでになれない方々、その場その場を主を見上げる場所、礼拝の場所とさせてくださいますように。一切を御手に委ね、あなたへの御期待し、この祈りを、尊き主イエス・キリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。12月の第4日曜日、キリスト教会ではこの第4日曜日をクリスマス礼拝と称してですね、今日は日本全世界の教会でクリスマスの特別の礼拝が行われています。アドベントクランツにろうそくを1本ずつ加えながら、今日がクリスマスの礼拝を迎えています。まあ、クリスマスのシーズンになりますと、皆さんもあちこちにお出かけになって、まあ、青葉台駅でもそうですけども、駅前なんかに行くとですね、とても素晴らしいクリスマスツリー、豪華なすごいそういう、こうクリスマスの飾りがあるように思うんですね。金曜日も校門の帰りですね、タマプラーダの美しが丘公園の横を通りますと、すごい大きなクリスマスツリーがですねあってですね、キラ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 して、すごいなと思って教会に帰ってくると、すごいことはすごいんですけど、
質素だなって遠慮してるなってそのように感じたんですね。クリスマスといえば教会ですよ。教会といえばクリスマスでしょう。ちょっと寂しさも感じたんですけれども、まあ、日本の教会はおそらく質素であまり目立たなくて一歩下がった、まあ、クリスマスの装飾です。まあ、経済的なものもあるんでしょうけれども、プロテスタント教会は聖書のみ、信仰のみ、恩寵、恵みのみというのを強調していますから、あんまりそういうところにはお金もかけない、思いもかけない、メッセージね、この、 メッセージが一番だって言って、あんまり聞きたくもないね。今日もね、奥さんやご主人にね、クリスマスぐらい行きなさいよって、私の顔立てなさいよって来た人が一人か二人いるような感じがしますね。それでもよくおいでになって本当に感謝しています。いつも奥様やご家族をね、礼拝に行かせてあげてくださっているその心が本当に素晴らしいと思いますので、また来年も続けて行かせていただきたいと思うし、また来年もクリスマスにお会いしましょう、ね、そうでなくても来ていただいて結構だと思いますけども、これは原稿になかったので全然他のところに行ったらどこに行ったか分からなくなってしまいましたが、まあ、教会は質素だということなんですね。クリスマスはマスね、どっちかというとこの世はマスのお祝い、お祭りの方を大事にする。私キリスト教会はクリスマスのクリス、キリストを、まあ、中心に考えて、いくわけです。私たちはこのクリスマスの意義、意味を語ると同時に、やはり見える部分においても、まあ、この世に向かって大きく明かしていきたいと思うんです。中身が大事です、もちろんそうです。信仰のみ、ね、聖書のみ、恩寵のみ、とても大事ですけれども、中身に到達するまでの外側というものもとても大切だと私は感じています。この世の人たちは外側を大事にします。この世の人々が外側を大事にするのなら、私たちも外側、見える部分を大切にして、さらなる祝福である中にもこう入ってきていただきたいなというふうに思います。今日はこうやってクリスマス礼拝に、本当に中に入ってきていただいた、来たらこっちのものというわけじゃないんですけども、一緒にこうして礼拝をね、持てることを感謝しています。今日ユーストリームもありますので、おそらく野村兄弟はインドネシアで、また出張されて海外で、また日本中のところでこの画面を通して礼拝をしていらっしゃる方々にも本当に神様の祝福があることを本当にお祈りいたします。見える部分とても大事だと思いますので、私たちはイエス様ご自身も素晴らしいお方を紹介するために、外側も大切にしていきたい、そのように思っています。人生には急いですべきことと別に急がなくてもよいということがあると思います。イエス・キリストはマタイによる福音書の中でこんなことを言いました。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。まず最初は神の国と神の義だよとおっしゃった。その前にこんなことを言いました。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。確かに私たちが今日何食べようか、何着ようかっていう、そういうこう生活のために、一生懸命だということをこう聖書は語っているんですけども、中心が定まらなくてはどうして周辺が、周りが気づけるでしょうか。ゴールというものがわからないでどうして順路を決めることができるでしょうか。急いですべきことは私たちに与えられた人生の目的というものを見出すことだと思います。目的もわからず定まらないでただ急ぐだけのロークというものは、もういいことが一つもない人生だと思います。私たちの人生の目的は、私たちを愛しておられる神様、そして私たちの罪の身代わりに十字架にかかるほど命を投げ出して私たちを愛してくださったこのイエス・キリストという方を見出すことです。人はこの神様を自分の作り主だと見出してこそ、初めて神の国と神の義が何であるかが見えてきて、その人生には無駄な迷いがなくなると、そのように思います。今日読んでいただいた聖書の箇所、出てくる羊飼いたちは急いで行って、急いで出かけた、そして確かなる救い主イエス様を見出したということが聖書に記されています。私たちも、私の人生に、あなたの人生に
急いでこの救い主キリストを見出すことに急ぐ、集中する、時も財も使いたい、そのように思います。それこそが私たちの本当の幸せになるからです。今日は今読んでいただいたルカによる福音書の2章の8節から20節を通して、眠れる家畜小屋のイエスと題してお話したいと思います。先週は全世界の救い主イエス様の誕生は宿屋には彼らの泊まる場所がなかったらである、この2章の7節のところの御言葉を引用し、意味のある神様の、おもてなしというお話をさせていただきました。この救い主イエス様がお生まれになった、その誕生を知るのは神様とヨセフとマリアと、そこにいた家畜たちということになると思います。そしてその喜びの知らせが真っ先に届いたのは、8節にあるように、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れを番をしていたとあるように、羊飼いに救い主の誕生がまず伝えられたことが聖書に記されています。私たちは人生の中で、それぞれが良き知らせというものを体験するでしょう。皆さんには誕生日があるでしょうから、誕生日は皆さんにとって良いこと、だんだん年を重ねるとあんまり良くないなんてこともありますけど、誕生はいいですね。誕生日 Facebook をなさっている方はもう何々さんから誕生日のお誘いが来ますっていっぱい来ますよ、だからいつが今日誰かと誕生日なんていうことよく分かってですね、誕生日おめでとうございます、おめでとうございます、おめでとうございますって送るわけですよ。もうだんだん疲れてきましてね、もう最近はもうほとんど送らない、忘れることがあったりしてね、江上先生はあの人の誕生日おめでとう言うたのに私の誕生を忘れてるなんていう問題が起こったら困るので、送らないようにしてるんですけども、私たちは、受験にしても結婚にしても就職にしても良いところに入った、合格した、その喜びを一体誰に一番先伝えるんでしょうか。それはやっぱり自分の愛してくれてる人、自分のことを一番関心を持ってくれてる人、一番関係のある人でしょう。私は5人の子供が生まれましたけれども、私は産んでいませんが、5人の子供が生まれた時にまず先に誰に伝えたか、私たちの両親でした。生まれたよって、いやその前にできたよっていうのをですね、まず両親でしょう。それは深い関係があるからでしょう。全世界の救い主イエス様の誕生の知らせが一番最初伝えられたのは羊飼いだと聖書は記しています。宗教的に見て一番最初に伝えられるべきは誰かというと、それは律法学者やファリサイ人、宗教家の人たちでした。宗教的に見てですよ、救い主が来るんだって待ち望んでいたわけですから、旧約聖書にも救い主が生まれるってちゃんと書いてあって、その旧約聖書の預言書を勉強していたのが律法学者やファリサイ人、祭司長という人たちです。ですから関係から言うと一番最初に彼らに伝えられるはずでしたけれども、伝えられなかった。ユダヤ人の王として生まれると書いてあるんですから、そういうふうな関係から見ると、それはユダヤ人の王様ヘロデ、また地位の高い人、そういう人に伝えられるべきでしたけれども、そうではなかったと聖書に書いてあります。宗教的に見て、この世的に見て最もふさわしくないと思われるような、そういう人たちに、羊飼いにこの救い主の誕生が伝えられたということを聖書は記しているわけです。聖書は羊飼いたち、どういう人たちかというと、それは最も弱く、その仕事も臭い、汚い、きついっていう、もうね、そういうよく言われましたけど、そういう仕事でしょう。そういうところで彼らは社会的にも弱い、そういうところにイエス様の誕生の知らせが伝えられ、それが神様の、お心だったということです。このクリスマスの時期、お祝いムードですよね。この世も、教会もそうでしょう。しかしそういうムードで自分には全く関係ないと思っておられる方がおられるかもしれません。そのクリスマスという華やかな雰囲気にどうしても自分は馴染めない、そんな自分は一緒に騒ぐような、そういう状況じゃない、痛みや苦しみを負っていると私たちはそのように感じます。また救いとか神とか全く関係ないところで生きているんだと感じている人もおられるでしょう。クリスマスぐらいは行こうかって思っている人たちはきっと普段は神とかキリストとか教会とか聖書とか、かけ離れたところにおられるんじゃないかっていうふうに思うんですね。もし自分が誰よりもこのクリスマスや
教会や救い主といった事柄の、対極にいる、反対側にいると感じておられるなら、自分にはクリスマスなんて全く関係がないと感じておられるならば、そのあなたにこそ救い主の誕生が知らされ語られるべきだと聖書は記しています。自分は関係ないと思っているものにこそクリスマス、キリスト、救い主の誕生は知らせられるべき、それが神様のお心だということです。神の使い天使は羊飼いのところに近づいて、主の栄光が周りを照らしたと聖書に記しています。清さとか信仰とかそういうものにはもう縁遠い羊飼いたちの上に栄光が現れた。皆さんと一緒にこの2章の10節から12節までちょっと長いんですけど、ご一緒にお読みしましょう。10節から、はい。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって会話桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。天使は恐れるなとまず語ります。今までにこのような神秘的な経験はおそらく一度もなかったでしょう。臭い、汚い、きついと言われるような仕事、誰も好んでするような仕事ではなかったかもしれません。生まれたところが羊飼いの家だった、自分の父が羊飼いをしていた、そういう仕事だから自分も引き継いだというのがほとんどだと思います。信仰的に見るならば、聖書も読むことができない、礼拝にも行くことができない、静まって祈りなんてできない、そういう人たちです。ですから人間的な自分勝手なと思われるような人たちだったけれども、そのような彼らに天使が近づいて羊飼いたちに語った。恐れるな、恐れるなというのがクリスマスのメッセージです。私たちのこの1年間の信仰生活、また与えられたそれぞれのところの歩み、いや神様を知ってから今日までのいろんな信仰生活や歩みが、たとえどんなに惨めであったとしても、いや不信仰だと言われるような歩みであったとしても、不信仰に見えたとしても、神様は今日恐れるなとあなたに語っておられます。民全体に与えられる大きな喜び、救い主がメシアなるお方が今日ダビデの町で生まれたと告げました。羊飼いたちも救い主を待ち望んでいました。自分たちのその苦しみ、痛み、悲しみ、立場、そのものを理解してくださる救い主がやがてやってくると、そう願って彼らは祈り待ち望んでいたわけです。その救い主が今日生まれたと天使は語りました。あなた方は布にくるまって会話桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。布にくるまって会話桶に寝ている血の御子を見つける、そんな弱い小さな貧しい赤ちゃんこそ救い主だ、それこそ印だと天使は語りました。喜びの報告を受けた羊飼いたちは天の大軍が加わり、こう賛美する光景を見ました。もうすっごい聖歌隊だったと思います。地の上に、糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。昨日キャロリングに来ました。キャロリングの最後に凪谷さんのお宅の団地のマンションのというか下のところでね、最後にこうペンライトを手に、23人ですけどね差し上げて糸高きところに行って賛美したんですね。よく聞こえるんですよ、反響するから。それなりがよく聞こえるし、下手もよく聞こえるっていうね、もう糸高きところに、私このメッセージ知っておりましたからね、それを歌いながら、ああ天使と大軍がこうすごいだろうなっていうのをこう感じながら昨日ね歌わせて、いただきました。素晴らしい賛美だと思います。今年残念ながら聖歌隊はお休みで、ウイルスの2人がねこっち向いてるんですが、私しかわからないんですでね、すごい緊張していた、ね、第一礼拝の人数多いしね、クリスマス特別礼拝っていつもの礼拝と変わらないんですけど、やっぱ特別ってついてるから、なんかね特別な思いがあって、やっぱ緊張する。
素晴らしい賛美をねしてくださって、来年は聖歌隊も歌ってくださったらいいかなって言っときます、そういうですね、あの賛美を聞いたわけですね。全世界の救い主の印、血の御子、幼子であった、王室に生まれた位の高いお方、羊飼いた人の天と地の差がある、そんなお方ではない、金持ちで位の高い家に生まれた羊飼いの力でない、そういうお方でもない、普段着でなくてスーツやドレスに着替えなくては行くことのできない、そういう場所でもない。羊飼いたちが臭い汚い、そういうこう彼らがそのままで、そのままの姿で、そのままの服で、そのままの状態で安心していくことのできる場所、そのような場所に生まれたかお方であったからこそ、彼らもこの15節にあるように、さあベツレヘムに行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかということができて、彼らもその場に行くことができたわけです。私たちの救い主は、全世界の救い主は、立場や状況、家柄や地位で近寄れないお方ではありません。また罪深いもの、神様に一番遠いところにいるというものでさえも気軽に近づくことのできるお方なのです。ですから誰でもそのままで、そのままの姿でお目にかかることのできるお方、それがイエス・キリスト様です。ですから当然あなたも大丈夫だということを聖書は語っています。16節を皆さんとご一緒にお読みしましょう。16節、はい。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また会話桶に寝かせてある血の御子を探し当てた。羊飼いたちは急いで出かけたと書いてあります。羊飼いたちの今すべきことは何かというと、それは羊の世話でもない、食べることでもない、休むことでもない、救い主に出会うこと、これが急いでなければならないことでした。羊飼いたちは、羊飼いという自分たちの仕事柄、聖書を読むことや静まって祈ることや礼拝を守ることなどほとんどできませんでした。なぜなら彼の仕事は羊を世話しなければならないからです。羊は弱い動物ですから、とってももう話したらですね、迷ってしまうような、そういういつも一緒にいて世話をしなければならない、そういう存在ですから、彼らは本来ならばそこを離れることができない人たちですけれども、聖書は彼らは急いで行ってと書いてあります。布にくるまって会話桶の中に寝ている血の御子を見つけ、そして礼拝した。それこそが全世界の救い主の誕生の報告をまず最初に受けた者のすべきことだったでしょう。そのような彼らが羊を置いた、そのままの姿でイエス様を探し、天使の語った通り布にくるまって会話桶の中に寝ている血の御子を見つけた。全世界の救い主はその力と財力と知識で覆われた場所ではなくて、最も貧しい場所で、貧しく弱く小さな存在、人からも、そして神様からも助けてもらわなければ生きていけない存在としてお生まれになった、それが印だと聖書は語っています。生まれた瞬間から貧しさと弱さと惨めさを経験されたイエス・キリスト様は、全人類の罪の身代わりに十字架にかかって死んでくださり、墓に葬られ、けれども3日目によみがえられた。それは神様からたとえどんなに離れていようと、神様に背を向け続けていたとしても、どんな苦しみや悲しみ、痛みや悩みを持っていたとしても、このお方が全てそれを解決するということを意味しているからです。イエス・キリスト様には、私たちが人生で経験する罪の問題も死の問題も苦しみや悲しみの問題、病気や痛みの問題、この世のいろいろな問題に解決を持ち、私たちを助けてくださいます。だからこそ今日、神様は私たち一人一人に恐れるなとまず語ります。今日は第一礼拝の後に洗礼式が行われました。秋山博子さんという方が洗礼を受けられました。もう一人、清水哲夫さんという方が今日受けられる予定でしたが、今出張で海外に通られるので、来週の日曜日にここで洗礼を受けられることになっています。
秋山ひろ子さんはご家族の中でこう痛みがあり大変なご苦労と厳しい道を歩んでこられました。まあ、そのような中で先ほどお証しにあったように大江兄弟と知り合われて、兄弟姉妹と知り合われてこの阿波田教会に導いてこられました。礼拝に出席されて、まあ、先生のお話はあんまり分かりませんでしたとおっしゃっていました。当たってると思います。最初から来て分かる人いないし、ずっと来てても分かってない人もいるかもしれませんし、それはそれでいいわけです。けれどもお話は分からないんだけど、まあ、ちょっと時にユーモアに話すそういう楽しい話でちょっと心が癒され平安を体験なさったということをおっしゃっていました。その中で続いて、礼拝に来ておりながらも自分の罪やその永遠の命死ということにして分からなかったけれども、大江満島のお母様の小柳さんの告別式の時に本当に復活の信仰、死んでも生きるというその罪の許しと永遠の命を与えてくださるイエス・キリストの素晴らしい恵みをこうに触れた、そして自分にも罪があることを認め、その罪のためにキリスト様が十字架にかかって死んでくださったことを素直に受け入れて、罪の許しと魂の救い、永遠の命を自分のものなさった、そして今日洗礼式を受けられた。秋山さんはイエス様を信じた、救われたからといって今までの問題が全て解決したわけではありません。今まで負ってこられた重荷や痛みは今も継続中です。けれども今まではそのような痛みや苦しみを人のせいや何かのせいにして生きてきた。けれどもそれはそうではない。神様が全てのことをご支配しておられた。先ほどの証の中にもね、まあ、娘さんのこのご病気、大変苦しいそういうご病気の中で、それは本当に大江兄弟とこう、ね、接点をね与えてくださるために神様がそう導いてくださったんだ。そのような証しをなさっていました。そのような悪いことも辛いことも人のせいや何かのせい、この世のせいじゃなくて神様が私をこうやって導くために救うために置かれたのだと、そのようにこう見ることができる素晴らしい信仰が与えられたわけです。ですから今まではもう なぜだとかもうため息ばっかりだったら、今は本当にそういう中にも感謝を持つことができるようになった。素晴らしいことだと思います。私たちはイエス様を救い主として信じたからといって全てのことが解決し問題がなくなってハッピーというわけではありません。問題もあり苦しみもありまた困難もあります。しかし確かなことはイエス・キリスト様の十字架と復活を通して私たちの犯した過去の罪、現在の罪、そしてやがて犯すであろう未来の罪がもうすでにあの十字架で許されて、私たちは魂に救いが与えられ、イエス様と同じ復活の望み、天国の望み、永遠の命が与えられているということ、これは変わらない神様の祝福です。皆さんと一緒に20節をご一緒にお読みしましょう。20節、はい。羊飼いたちは見聞きしたことが全て天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら、天使たちの言った通り、布にくるまって貝箱の中に寝ている血の御子に出会い、神様をあがめ賛美しながら彼らは祈祷につきました。羊飼いたちは救い主に出会って喜びに満たされました。帰っていきました。けれども彼らの仕事、羊飼いは羊飼いとして相変わらず礼拝も守れない、聖書も読めない、そのような経験でした。彼らは救い主に出会って、そして今までと違って礼拝を守れるようになりました。聖書も読めるようになりました。静かに祈れるようになりましたという生活の変化は全くありませんでした。信じる前も信じた後も、救い主であった前も出会った後も全く変わらない羊飼いの生活でした。けれども彼らは自分たちのために生まれてくださった救い主が自分たちと同じように貧しさや弱さや惨めさを経験しておられるその姿を見て、あ、私のことを分かってくださるお方、私のことを誰よりも知っておられるお方、そのようにきっと知ることができた。ですから日常生活、今までと変わらない羊飼いとしての生活の中であったとしても、彼らは恐れないで心配しないでイエス・キリストを信じるこう歩みができた、そのように思います。羊飼いたちは人生に確かなメシア、救い主を見つけたので、もう中心が定まったわけです。ゴールというものが見えてきたわけです。ですから彼らは羊飼いとして今までと変わらない
生活であったかもしれないけれども、そこには何の迷いも悔いもとろうもなく、喜んで神様と救い主と共に人生を送っていったことでしょう。今日あなたもイエス・キリスト様、救い主誕生の日の羊飼いたちのように、何をさておきまずこのイエス様を探すこと、イエス様に出会うことに急いでほしいと思います。救い主を探すのはいつですか？今でしょう。もう今年最後です。来週の説教題はやられたらやり返す、恩返しだ、恵み返しだっていう、そういうメッセージ題なので、来週も来てくださったらいいかなって、思います。今こそこの救い主に出会うべきだと聖書は語ります。この一年、いろいろな苦しみや悲しみや嫌なことを経験したかもしれません。生涯の中で一番苦しい時がこの年だった、この時だったと思われるかもしれません。どうしてこんな苦しみに出会うんだろうか、なぜそんなことが起こるんだろうか、なかなかわからないことがたくさんあります。でもただ一つ言えることは、今日あなたがこの礼拝に確かに出ておられるということです。そして阿波田教会の牧師から、恐れるなって、神様が共にいるから、神様はあなたを愛しているからというメッセージを聞いているということです。今日こうしてあなたがここにおられるということが恵みだということです。あなたは神様に、確かにここにいるということは、もうあなたが神様に会っている、いや、あなたが生まれたのはイエス・キリスト救い主に出会うために生まれたということです。そして今日こそがこの救い主に出会い、新しい人生の始まりがあるということです。大丈夫、私はあなたと共にいる、何も心配いらない、恐れるなと神様は今日私たちに語ります。このそのように語りかけてくださるお方と共にこの週も歩んでまいりましょう。もうあなたはすでにここにおられるということは、救い主に出会っておられるということです。救い主を見つけたということです。羊飼いたちがキリストに出会って喜んで賛美しながら帰っていたように、私たちは喜びながら感謝を持ってこの礼拝を後にしたいと思います。今週クリスマスの集会があります。キリストの誕生日を一緒にもっと多くの人と私たちはお祝いしたいと思います。もうこの年もあと10日すれば終わり、新しい2014年が来ますが、この2014年も恐れるな、私はあなたと共にいる、そうおっしゃる主に信頼してね、お祈りして歩んでまいりましょう。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、クリスマスの礼拝ありがとうございます。久しぶりにおいでになった方たち、クリスマスだからとおいでになった方たち、本当にありがとうございます。イエス様はどんなに喜んでおられるでしょうか。久しぶりにおいでになった方々も、本当にまた初めておいでになった方々も、心からイエス様が喜んでいらっしゃることを思います。またいつも忠実に礼拝を守っていらっしゃる兄弟姉妹も、共にこうして礼拝を捧げることのできましたことを感謝します。昨年はクリスマス礼拝にいたのに、今年は病のために入院のためにおいでになれないという方々もいます。戦いの中にある方々もいます。人生の最後の時を迎えている兄弟もいますけれども、一人一人の上に変わらない神様の愛と恵みが注がれていることを信じて感謝いたします。私たちの生涯も命も全てをくるめて受け入れてくださって、最善を出してくださるお方ですから、心配することなくあなたに全てをお委ねします。また私たちがこの羊飼いたちが急いでこのキリストのところに出向いて出会って喜び感謝したように、本当にこのキリストに出会って今日から新しい人生が始まる、その恵みに立って、またそのことを信じて歩んでいけるようにどうぞ導いてください。今日どっていらっしゃる一人一人のこの残された年の歩みを祝してください。またこれから来る2014年の新しい年も、どんなことが起こるか分かりません、恐れがあります、でも恐れるなと今日主は語ってくださいました。共におられるイエス様と共にこの2014年も歩んでいくことができますように、導いてください。今日午後から持たれる出会や明日の子供クリスマス、また金曜火曜日のクリスマスイブのキャンドルライトサービス続いてまいりますけれども、どうぞあなたが祝福してくださって、
イエス様の誕生を一緒にお祝いできますように導いてください。いろんな事情でおいでない方々、どうぞ一人一人に主の恵みが豊かに注がれるように、一週間の歩みも主が支えてくださるように、こうして時間と財を捧げて礼拝を守るために集われた一人一人に特別なるあなたの恵みと祝福をお与えください。洗礼を受けられた秋山弘子さんのこれからの信仰生活の上にも、いよいよあなたの祝福を与えください。来週洗礼を受けられる清水哲夫さんの無事にお仕事から帰られ、礼拝において洗礼の恵みに預かることができますように導いてください。感謝いたします。主イエスキリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に新聖歌77番を持って主を賛美いたします。献金をいたします。献金ご奉仕、なぎら兄弟、青山兄弟、中村兄弟、お願いいたします。献金はクリスチャンが感謝と献身の印に捧げているものでございます。ご用意のない方はどうぞやり過ごしてくださいますように。
のある方はお座りいただいたままで結構でございます。感謝のお祈りをなぎら兄弟にお願いいたします。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。恵み控え天の父なる神様、今日のクリスマス礼拝幸いの時をこうして大勢の兄弟姉妹ともに礼拝に参加することができましたことを心から感謝申し上げます。心からの喜びを今日精一杯感じています。そして今ここに私たちにたくさんいただきましたこの恵みのうちからこうして少しお返しすることができますことを感謝いたします。行く前にも増して神様のまた宣教のために用いられますことを願っております。主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。昭栄新聖歌60番を共に賛美した後、江上先生に祝祷をしていただきます。しますので黙祷の姿勢をお取りください。青い恋願くば我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に今も後も限りなくあらんこと。アーメン。アーメン。お座りください。